マイクラプレイ時間4時間、俺が行くしかねえマジで。1万時間。これ僕埋めとくからここ使っていい？ちょっと雑に埋めるんじゃねえよ。俺らの家上っすよ、この2個上。あ、これ水流してる倒れた家。いや、それニルさんの家。それのこれ守らないと、なんとかこの2人を。俺がなんとかしてあげないとまずいわ。ついくん勘違い男になってる。一番痛いやつ、一番痛いやつ。めっちゃ痛い。なんだなんだ、怖い、なんか怖い、これ取ったら上か。モンスターいると思ったら、キョウちゃんだ。これなんか良くないよな、これこれ。ねえ、ねえ。1個だけめっちゃ巨大なのを作る。じゃあリリムさん案ということで、じゃあ俺それ作るっすね。じゃあ、いや違う。来て。行く体力がなくなってきた。お腹すいたな。目の前が真っ暗になってきたよ。あ、はい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 。あ、ご飯ご飯。はい、もういいよ。ほら、あがりさん、ご飯ご飯。俺もご飯あげる。俺もご飯あげる。気持ちいっぱいあげるよ。あがりさん、ご飯何個欲しいの？これもう25個あげる。あがりさん、俺の半分これ25個。なんかいつもと違くない？あがりさん、ちょっとこっち来てください。うん、ありがとう。あがりさん。これ、このパンはどういうパン？あの、優しさのパン？優しさのパン、優しさのパン。あかりさん、あかりさん、あかりさん食べたっすか、とりあえず。さっき生まれたの、あかり。さっき生まれたよ。うん、あ、食べた、パン食べた、パン食べてる。今何してたの？今ね、あそこのみんなとね、フラフラしてた。チームもしかして。ゼータ入ったよ、僕。え、ゼータ入った？ゼータ入った。それ前、さすがにそれマイクラでだよね。そういうことですよね。あ、なるほどね。え、俺らには興味なし？ね、つるぎくんに興味なし。つるぎくんに興味ない。いやいや、勇者は興味しかない。おお。ゼータと勇者だったらどっちがいい？うん。え？ゼータと勇者だったらどっちがいい？ゼータと勇者。そう。近いな。しかも最強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 勇者とゼータ。いやいや、そんな勇者って負けられないよ。勇者って一番最強なんだよ。勇者。え、マジでマイクラだけはマジで俺強いんですよ、あかりさん。いやでも。ゼータにも強い人いる、テンさん。いや俺さすがに勝てるっす、ゼータに。本当に？あのゼータに？あの世界の1対1で勝った方に入るか、赤兄さんは。あ、じゃあさ、無理に決まって。待って、リルさん、リルさん無理に決まって。無理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 。マイクラマイクラマイクラでマイクラでさ。え、そんなことエイマの強さとかじゃないかな。いや違う違う、そうなんだよ。エイムだけじゃないから、マイクラって。本当にこの勇者は建築とかもマジでうまいらしい。あ、すごいんだ。そう、パラメーターがね、すごいね、いいんだよね、ちょうどいい。え、あかりさん、しかもさ、1週間ぐらい VCR あるでしょ。いい家じゃなきゃ、その1週間って気持ちよく過ごせないと思うんですよ。で、僕建築マジで天上天下。天上天下。ゆいか、ごめん間違えた、ごめん間違えた、ごめん。いや、なんでマジで、あかりんさんはもうめちゃくちゃ気持ちよく過ごすことできる。いや、そうだよ、あかりんだって天井さ低い家嫌でしょ。嫌でしょ。そうなんだよ、僕天井低い家嫌いなんだよね。もう絶対あかりんさん吹き抜け作るから俺。すごい高い家作ってくれるらしい。すごい高いシーン。一人一人部屋ある。一人部屋。カルビさん、リルさん、ちょっと待って。あ、あ、なになに。天井低い家いいか、やっぱり。いや、あかりさん相当家にも不満があるらしくて、ちょっと。これ陰口すごかった、あかりさんマジで。え、何、勇者たちは僕とマイクラをしたいってこと？シーン。じゃあどういうこと？いや、まあ、じゃあ俺ら言ってるのはまずとりあえず吹き抜けだよって。したい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 。え、ねえねえ、みんな僕とマイクラしたい？したいよ。したいよね。じゃあちょっと戦って。戦う。わかりました。で、アカリンさんのために戦争するから。俺戦おう。じゃあ俺アカリンさんのためだったら戦えるよ。あのね、アカリン取れた方にはアマミヤもついてきます。いや、まあいいでしょう、アカリンさん。これはやる気が
っと出てくるぞ。いや確かに。すごいな。でもあのここセットなんで。そっか。誰が戦うの？いやついつい君と一対一、一対一でつい君とそっちのそちらの代表。うん一番強い方。あーもう天気行ってこい。天さんね。天。あれ天さん？みんな脱出してるぞ。え、これ不戦勝じゃない？いやなんか落ちた。何これ？花火になっちゃったんだけど。なんか花火になっちゃった。聞いちゃったね。あんまりボクサーやりたくなかったってこと？天さんは。違う。ヤカリンが欲しい。うえー！天さんちょっと。いいな。え話し合い一応話し合いで天さんちょっとこれ移籍できないですかね？そのヤカリンさん移籍。移籍やめて。ヤカリンさん電撃移籍こっちに。みんなぐちゃぐちゃになる。ついてもさ。アカリンが欲しいって言わないとやっぱ。いやアカリンさん欲しいよ。今見た時びっくりしたんだからこのさ崖の下にアカリンさん見た時。ビビってきたんだよね。ビビっと俺を電撃やらしたんだよ。だから俺もう天さんだろうと俺倒すよ。もし戦いになったら。マイクラプレイ時間4時間。俺が行くしかねえマジで。1万時間か1万時間1万時間だよ、マイクラ出身ですこいつ。マイクラ出身2人ともいいと思う、これ戦っていいと思う。いやでもやってみないと分かんない、うんうん、やろう天さんやろう。やっぱ戦うのはダサいよ。えあのちなみに俺今日 1日分のアイテムが全部カバンに入ってないけど大丈夫なのこれ。それをかけてこそのもの。全部なくなる可能性ある。争ってとは言ってたな確実に。そうでもそんぐらいアカリンのこと欲しいでしょ。えアカリンじゃあ俺もう今4時間全部使って採掘で集めてダイヤとかもあるんだけどこれ持ったまんま戦うわ。そんなに背負うの？男見せてる。男見せてるの？背負いすぎじゃない？1万時間下克上4時間が。そう、アカリンさんのマイクラするためだけに俺戦うよ。え、これ何するんですか。え、アカリンさんの遺跡をかけた男のバトルス。え、殴り合うって殴り合うのがいいのかな。相撲とかできないかな、なんかフィールド作って。あー、なんかそういうのあるっすか、なんか装備脱いで殴り合いだったら裸で、うん、裸で殴り合いで。もうなんかもう作ってるわ、テンさん、ちょっと。おい、喧嘩し慣れてるやん。このフィールドの上で戦って押し相撲みたいな感じ。喧嘩しられすぎでしょ、さすがに。マグマ作った。マグマだマグマ、やばい。おい、俺の命軽すぎるって。え、ちょ、テンさん、ちょっとテンさん来てください。え、ダイヤ10個でどうすか、アカリンさん。電撃遺跡費、遺跡費用。え、ちょ、え、俺はいいよ、全然。でも俺はいい、マジか。俺いいよ、全然受け入れるよ。え、ダイヤ10個どうですか、ダイヤ10個で。え、で俺が勝つ。いやそういうのね、そういうのダメでしょ。さすがにそれはできないか、天さんに。さすがにで戦うしかねえか。ちょ、勇者なんか嫌な話してた。ねそんな話してる。何の話、ね、なんか何してたの。男と男の戦いするんだよね。え、そうそう、今ルール決めてた、普通に。どうするっつって。あの後頭部への打撃なし、あのサッカーボールキックなし、肘なし、膝なしでやるって言った。え、八百長はないよね。八百長マジでない。この上で攻撃して試合って、で、これ落ちたら負け。あー、そういうことか。え、これ攻撃力は一緒っすか、俺ら。素手でやろう、素手で。素手了解？ OK、なるほどね。さすがに捨て頃か。頑張れ、二人とも。ちょっとアカリンさん、俺マジで勝つわ。うわ、なんかこんな、なんか少女漫画ね、羨ましいよ、あかり。ね、羨ましい。こんなことないよ。いいね、されたいよ。ちょ、マジで行くわ、俺ここ。俺行けるっす、いつでも。ちょっと待ってください。WBA 世界バンタム級チャンピオン、柊木剣。WBC 世界ライト級チャンピオン、柊木剣。世界 IBF チャンピオン、柊木剣。世界 WBO ライト級チャンピオン、柊木剣。いけます。アンコーナーの方は肩書きの。あ、ゼータリビジョンペンです。アカリンをかけた男の戦い、はい、いいアカリンをもらいます、はい、よっしゃ、せーので行くか。レディーゴー。テンさん先手必勝じゃん。ほらテンさん、ほら、うわー、テンさん、テンさん、ほら、テンさん、俺勝つね。うわー、殴れアカリンさんは俺がもらうんじゃどうだった。俺も意外と踏ん張ってるぞ、テンさん。なんだこいつ、こいつ強い。こら、テンさん、うわ、うわ
すがやな。夏はね。ダウン取られた。BO5?3?BO3? レディーゴー。テンさん、ほら来るな。ヒイラキ、お前天山バラは強いかもしれんけど俺の根性で踏ん張るぞ。お前を殺しに来た。おらおらくて、落とせ天山死ね。落ちろ楽天山落ちろ落ちろ。なんで落ちんだ。動き始めた。あーまずい。なんだこれ、なんだこれ、続いてる。うわ落ちる。やばい、踏ん張れ、踏ん張ってくれ俺。落ちろ。うわっ、うわーてーん、うわー、お前あとちょっとよ。あかりさん俺の戦いぶりを見てくれ。よっしゃじゃねえか。いい試合になってるやんこれ。今1対1ですね。やるじゃねえか。あと2ね。あと2勝ね。どうもね。ミオ3。あと1勝か。あと1勝か。あと1勝。いけるよ次君。オッケー、マジでいくさ。いけるいける。ベンさん頼む。なんか掴んでる掴んでる。俺らのチームに必要な大事な。レディーゴー。打ち合いましょうよラストラウンド。危な。危な。俺の学生、いや俺のこの土俵際の踏ん張り、このリングサイドの踏ん張りや。うわー、踏ん張れ、うわーうわーえぐいにゃー、あードーピングしてれば。なんかドーピングが足りない。勇者泣かないで、かっこよかったよ勇者の背中。じゃあ来てくれるんですか。それはそれはね、負けだよ、戦いで決まったから。しょうがないか、ごめんみんな、ごめん。あかりんが負けヒーロー、負けヒーロー。いや、デンさんありがとうございました。こっから何やだろうって言ったら、何やだろうって言ったら、あかりんがこっちに来た方が良かったかもって思わせるパーティーにしよう。いや確かに、いやそれで行こう。そうしよう。いやいつでも戦いはあれ募集してるから。そうなんだ、そうなんだ。チャレンジャー式なんだこれ。またチャレンジ待ってるよ。俺ちょっと強くなって出直すさ。テンさんありがとうございました。皆さんもすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。すいませんでした。お騒がせしました。すいませんでした。この中に錬金術師さんっていませんか。じゃあ行こう。またねまたね。いや面白かったな。くそー、惜しかったな。あかりん欲しかったねこれ。ちょ、俺らここしかもあれなんで、採掘3人なんでここ。え待って、剣って何。俺採掘っすよ。じゃあ4人じゃねえか。4人採掘マジか。偏りすぎじゃない。トロールコース、トロールコース、コース終わってる。あと3人はちょっと、え違うな、 1,2,3,4 あと4人か。えあと4人は、え8人って聞いたよ。じゃああと3人じゃない。え今5人、あと3人。ああそうだわ。いや怖い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 。自分忘れちゃったんだよね。そう、見失ってたか今。そうなんで、そう自分を見失ってた。あなるほどね、うん、みんなの性格出てる、ポリカドで、うん、面白いね。えアリの観察してるみたいにいい。あやばい、俺やりすぎたかもなんか。アリ、うん、アリの観察してるみたいにいいわ。あのアリの巣の自由研究のやつやりましょう。ジェル入れて、ジェル入れんだ。あのジェル入れて掘らせるやつやりましょう。俺めちゃくちゃやってたからそれ。うわ懐かしい。今アリだよ、アリ側だよそれ今。ちゃんと俺死んだら死体片付けてくださいね。カビ生えて死ぬんで一気に。アリ全滅するんで、カビ一体にカビ生えたら。黒いって死に方。これ使わないので埋め立てます。よし、これちゃんと埋め立てた方がいいのかな。いやでも、いや穴になってなかったらいいと思う。つるぎ、それさ、つるぎ。はい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 。これ、僕埋めとくからここ使っていい？ちょっと雑に埋めるんじゃねえよ。あ、もうしっかりやりたいですね、かなえさん。あ、そうそうそうね。ちょっとここの土地もらっていいじゃん、このまま。いや、じゃあ俺らの土地だったっすけど、もうかなえさんに渡します、俺。ここでしとくから、うん、ありがとうね。ニーヤにあげる。
好きに使ってください。いや、かなえさんにはよくしてもらってるんで、この土地使う予定だったっすけど、渡しますね、ここ。ね、ちょっとね、うん。じゃあみんな行こっか。ニーヤンだからこそ。ために取っといたの、私たち。そうそう、かなえさんのためっすよ。そうちなみにこれ 50% 削れるからね、この剣。剣死ぬよ、剣振ったら。え、どこ、え、ガチです、ガチです。そうっす、かなえさん。あ、いやでも使うならいいよ。あ、使うんです、ガチで使うんです。もうかなえさんに渡します。じゃあありがとう。行きましょう。カツアゲしたみたいに言うから、覚えてやめてもらっていい？あの、ガチで、これガチでいらんかったとこなんで大丈夫です。オッケー、ありがとうね。はいはいはい。バイバーイ。怖い人多いな。50% いかれるとこだった。力さすじゃない、うん、やばい。待って、この階段入るとさ、違うとの家入っちゃうの、なんか。でも上が掘れてないよ、つぎくん。待ってください。リナさん、今やってるんです。はいはいはい。あ、そうだよね。やっぱ自分のやり方だよね。いやでも皆さんのニーズに応える。マジでそれ。ニーズに応えるっていうのは俺の生きがいですから。え、ニーズって言葉なんてあったっけ？それはあるよ。それはあるよ、リナさん。それはある。リリムさんとりあえず喜ぶってことですよ、俺がこれ今リリムさんのためだけに作ってるんです今。そうだったの？これはもう本当にみんなのためとかじゃなくて、今リリムさん喜ばせるためだけにやってる。そうだったんだ。うん、え、カルビさん今何やってるんですか？カルビさん、リリムさんのために作るっすよ。うん、掘りますよ私は。すごいね、そのツイ君やってくれてるけどまだ掘ってるだけなんだよね。あ、確かに。いや、言いたくないけどこれも、はいはいはい、大変な仕事なのは知ってる。すごい大変なのは知ってる。でもなんかもうやっちゃいますよみたいな感じで、まあね、そうだよね。あの声とこれからだよね。声と作業量が合ってないってことですよね、これ今。いやいや、これからだもんね。これからだもんね。リリムさん、リリムさん、これこっからこっから、マジでこっから。土台作りですか。そうだね。そう、今だってリムさん、これ山だったんですよ。よく考えてください、ここって。いや、そう言われたらそうだわ。そう、ここ山だったんですよ。うん、山が家なんだよ。はいはい。くんってなんか顎の下になんかできてあ顎そんな本当なんで俺この顎の下にできものできてんだ、これ何これ。何何何、上見ていて、ほらほら本当だ、二重顎みたいに。はいはい、ほらあー、ムカついた。俺も探そう、俺もカルビさん探そう。ヒゲ？顎ヒゲなんかな？ヒゲなのかな？ある？怖い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 、びっくりした。怖かったのか、首の動きが。え、言うはどう？ないない。なんかあるな。でも、あ、待って、言うね、パンツがあるんだよね。え？え？ほら、これ見える？え？え、どれ？どういうこと？え？あ、違う、これほら、ちょっとプリケツ、プリケツできます。これ言うね、ちょっとね、パーカーがピンクだから分かりにくい。はいはい。履いてるかも。そう、パンツ履いてるんだよね、これ。いいですね、その、え、そのプリケツの格好どうやってやってんすか、それ。これシフト。これ、俺どうすか、俺どうすか。俺のプリケツどうすか。いや、シフト、できてない、できてない。プリケツ。あれ、こう、あれ、こう、こう。え、カビちゃん、カビちゃん。見て。おー、見える白の、白、うん、白いの履いてる、うん、白いの履いてる。ちょ、これ縦で隠したらこれやばいですね、ちょっと。あ、いいじゃん、いいじゃん。見たいな、自分の。あ、F5 でも無理です、F5 で。 F5 で見れるよ、F5 で。 F5 作り込みがすごいですね、二人とも。ちょっとこれもっと明るくしないとダメですね、じゃあ。ここえ、パンツ見るためにつばきくんってそういう感じだっけ。ねえ、なんか今の流れだったらなんかパンツ見たいから。いや、じゃあカルビさん違いますよ、俺そんなキャラじゃないですよ。カルビさん、そんなキャラじゃないの？そんなキャラじゃないですよ、全然そういう意味じゃないですよ。全くカルビさんそんなキャラじゃないですよ。まあまあまあ、まあ、そうだよね、そういう感じじゃないと思ってたから、まあね、ちょっとびっくりしちゃった。マジでそういうキャラじゃないです、誠実系なんで。え、死んだ。え、誰か、え、誰これ。リリムが、え、ガシ。え、地面に強く激突したって書いてある。あ、なんでこんなところで死ぬの。お、釈迦さんだ。おいそいそ、なんだ、どうした。こんな家近かったんですね。俺らの家上ですよ、この2個上。あ、この水流してるたわけた家。いや、それニルさんの家です、それ。おい、先に言えよ、水流してる家って。後で言ってください、隣人なんで。俺もたわけた家って、はい、引っかかってるな、完全にたわけの家で。剣じゃん。おお、これ建築素材の木集めてる感じですか。そうだよ、何、この辺で住んでんの。いや、ここまでね、出張してきたんですよ、取るために、木を。お疲れお疲れっす、これ。い
この感じ熱いっすね。ちょっとこの感じえぐいよなマジであのドリルでやったっすね俺ら。馬ドリル、馬とドリルで馬ドリル出たラストね。ラストで頑張ってね。建築建築今めっちゃ頑張ってるっす。これ床にするための木をね今集めてるっす。はいはいはい、なんかアドバイスとかねできるから俺。おお。本当に行き詰まったら俺に聞いてみ。わかりました、ありがとうございます。マジで頑張ってください。俺も採掘人力ねいなくなったらいけるんで。初期号なんだっけつぶきくん。あの俺採掘っすね。最高なんだ採掘師。頑張ってね。はい頑張ります、ありがとうございます。頑張ってください。てかもう7時間20分もやってる。ナイスって言われた。ナイス。めっちゃ後ろからナイスって言われてる。おーローレンさん7時間ナイス、7時間ナイス、7時間。男女行った、男女行った、男女まで行ってます。え、もう男女行ったんですか。え、俺とボドカと河川とクザで行って、はい、河川とボドカがなえて配信落とした。マジで危ない。え、ほんとこれほんと、え、ほんとにほんとにガチダンジョンで死んでなえて配信落とした。マジで危ない、ダンジョンはマジで危ない。配信者が2人殺された、うちの。え、もういないっすか2人。もうなえて、もう寝た、なえて、もういない、配信しちゃめた配信者が、あ、ボードはいいのか、河川はとりあえず消えた、もう内容した。ちょっと俺らも行くっすわ、ダンジョン。マジで誰が消えるかって楽しみだわ。オッケース行くっすわ、じゃあ。あ、なんだ、貸してくれません。貸してって。いるやん、いるやん、待って、いるやん、普通に。これすげえ。え、これブロックにしてるんですか。そう、木のね、ブロックにしてるの。え、すごい。これなんか板だと4倍らしいですよ。板だと4倍、そう、なんか板にすると4倍になるらしいです、その素材が。だからこのブロックの後に板を多分貼れば、あれ、どういうこと、マジで。あ、4倍多くかかる、それが板。あ、なんかこのブロックを1枚にできるって、ペラペラにできるってわけじゃないのか。ん、ごめんなさいこれペラペラ、これちょっととりあえず、じゃあ原木これ落とす、渡すすんじゃこれ。あ、これ1枚にすんのにこれを、あーん、あ、ほらやっぱそうだ、これ白樺の板材にしたらこれ4倍になるんです。何言ってんだ白樺の板材にしてハーフブロックにしたいってこと。白樺の板材にしたらこうめちゃくちゃ増えるってことですね。だからこれ64個で、ハーフにしたらさ、その上って物って置けるけん。これ多分ハーフじゃないですね。これ白樺の板材ってやつ。これハーフじゃないのかな。板材。これなんだこれ。俺何をやってるんだ。え？え、待って。取れた方がいいかもそれ。何を言ってるんだ。今までツーギングが取ってきた木が無駄になっちゃうかもしれないよ。え、嘘。え？え？これでこのブロック。どういうこと？ほら。え？何してるそれ？これがね、俺今200個になったんですよ。これ64個が300個ぐらいになるっすよねこれ。これ俺がやばい、俺がやばいか。ああ、あ、ついそういうことね。原木を板材にしたってことね。そう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 。ああ、なるほど。カビちゃん、ん、あのついくんはまずこれをね、これこれ取って、これは原木ね。これ原木、これ木の幹取ってきた、そのままの木ね。で、うん、これをあのクラフトして、そしたら板材、板材になる。そうで、それで数が倍になるよっていう、そう、4倍になってるんですよ。ビリムやばいよね、建築家はできないよ。え、知ってたんすか2人とも。いや、これ知ってんだよ。何言ってるんだろうと思って、なんかずっと板材4倍になるとか当たり前のことすぎて分かんなかったよ。空は青いみたいに言い始めたみたいな感じになってた。いや、そうそうそう、うん、空は青いよって。まあそれは分かるけど、でもちょっとしょぼすぎてね、理解するのに時間がかかったよ。なるほどね、すごいことを言ってるのかと思ったよ。うんね、あ、やばい、気をつけてください、二人とも穴があるんで。止めってこれできないのか。二人とも気をつけてください、そこ穴あるっすよ。ついぐい、もう末っ子末っ子、ついぐい。いやいや、リオンさん、リオンさん、それは無理、さすがにそれは無理があるっす。それ、リオンさん、さすがにそれ無理があるっす。さすがにお姉ちゃん面は無理あるっす、リオンさん。見えてない、見えてない、ついぐい見えてないよ。リオンさん、お姉ちゃんは無理、さすがに。いやいや、こっちもお兄ちゃん無理だよ、ついぐいが。これ見て、めっちゃ良くないこれ、ほら。あ、でもめっちゃいい、うん、いい、この木マジでいい。はい、こういうことです、俺がやりたかったのは。これ俺がお兄ちゃんですね、これで。リームさん、え、じゃあリームさん、じゃバトルしましょう。じゃあ上とこっち、ね、見にくいよ。バトルって何、バトルって。どっちが年上なのか、ね、バトルしましょうよ、これ。うん、そんなんじゃ、赤には振り向いてくれないよ。そうだよ。やばい、ちょっと待って、
ダメだダメだこれは。こんなんじゃダメだ、うん、外ブロックでこれ中木めっちゃ良くないですかこれ。ここで差を作る。ここまででハーフ&ハーフにするんですよ。これどうですか。ん、ここのここまで鉄でこのブロック石のブロックでこっち木。ねえこれ落とし入れようとしてるわけじゃない。え違う違う、俺がやばいか。え、まあ、まあ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 でも頑張れ。まあでもそれはつるぎくんのセンス、うん、ね、はい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 、なるほどね。結果次第か。いやちょっと完成やばい、仲間だと思ってたのにまさかの俺だけだった。これまさかの、え、カルビさん仲間じゃないの俺ら。仲間じゃないよ、一緒にしないよカルビさん、おい仲間だろ、明らかに。え、じゃあ、じゃあ、二人やらかして俺もう守らないよ、俺じゃあもう。守いや、私たちが守ってあげるから大丈夫、鶴見くん。じゃあ、守らないよ、カルビさん、俺もうじゃあ。いやいや、守ってあげるから。でも知らんからね。うん、心配しないで。ね、頑張ろうね、リリも。うん、うちらが守ってあげる。いや、俺ちょっと2人これなんとかしないと。うちらのこと別に守らなくても大丈夫だよ。これ守らないと、なんとかこの2人を俺が俺がなんとかしてあげないとまずいわ。さすがにカルビさん、カルビさん、リリムさん、さすがに俺が守らんと、これはまずい。勘違いして、ついくん、勘違い男になってる。一番痛いやつ、一番痛いやつ。痛いえ、ちょっとこの洞窟ちょっと気分転換行ってみたくないですか。ちょっとまあ先っちょだけ、先っちょだけ行きたくね。先っちょだけ行ってみる。いやこれちょっとなんかとんでもないレア装備とか置いてあるってことですかね、これ中行ったら。いや絶対あるよ。え、どっち行く、どっち行く。え、この暗い方行きましょう、暗い方行きましょう、暗い方、暗い方。待って、一旦さ、一旦作業台作っていい。何してんのカルビ。はい、びっくりした、はい、あげる。おお。父ちゃん来た。待って、びっくりしたんだけど。今ね、ここを見つけちゃって、先っちょだけ洞窟行ってみようかなって。いいね。何してんの。この左の洞窟を全部制覇したとこだね。制覇したの。そうだよ。え、先っちょだけじゃない。え、もう全部行ったっすか。こっちとかもこの奥も全部行ったんすか。全部っていうか多分あの無限に広がってるから。すごっ。あー、まだ先っちょじゃどうにもなんないよ多分。いやでも 見に行ったらまだ見るダイヤがいっぱい眠ってるかもしれない。じゃあ俺らもじゃないですかこれ。じゃあ、うん、行ってみるか。先っちょじゃあやめよう。先っちょは、あ、鉄ある。鉄、鉄ある。ナイスナイスナイス。これ待って、このつぶつぶ、これこれ何、このつぶつぶ。そっち、危ない危ない、あー危ない。え、そっち、これ何、この土。どうしたら、このおがくずみたいな。じゃあこっちから。え、おがくずってみんな知ってるもの。おがくずってなかなか知らない。おがくずみんな知ってるでしょ。え、何、おがくず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 。あ、やべえ、松明ない、松明ない、松明ない。でも石炭があればいける。石炭。え、じゃあ俺石炭、じゃあリリムさん石炭あげるんで。うん、石炭があればいける。あれ、俺待って、今撮ったのみたいなイントネーションやめてよ。とりあえず44個。おお、いいじゃん。はい。完全にお姉ちゃんの口調なってない。ナイス。よっしゃ、じゃあ行きますか。とかはないか。なんだなんだ、怖い、なんか怖い、これ撮ったら上か。キョウちゃんだ。モンスターって言うと思ったら、いや、フンでね、フンって音がしたから。モンスターにすんな。キョウちゃんの声だった。じゃあもう戻るか。モンスターみたいなもんだよ。だいぶ活躍したね。早すぎるだろ。何にも翻訳しないだろ。だいぶ活躍したね。これは、え、今日じゃ、だからこれ次来た時びっくりするんじゃない。開拓されてるって。こんなに進めたんだからって。いや、そうだといいね。お姉ちゃん感出してくんだよな、なんかね。もう完全にお姉ちゃんじゃんね、今。お姉ちゃんの顔になってんだけど、なんか完全に下になれてるよ。え、これカルビさん、え、リムさん、カルビさんにもっすよね、それはもちろん。ん、お姉ちゃんの顔に。カルビちゃんは今一緒かな。はぁ。嘘でしょ。
いや今一緒、うん、私もねリオンは一緒ぐらい、うん、鶴木くんはちょっと下かな。やばいや、やばくない。え、しかもこれこの決め手となったのはあの板4倍事件あれは結構事件かも。いや板4倍事件でこんな1回のミスでここまで落ちた。1回だけじゃない。え、あと何ある、あと何あったっすか。いや、あとは何だったっけな、なんかもう常になんだよな。生き残し公式。あ、そうだ生き残し。何おい、ただ初心者なだけじゃん、それだったらマインクラフト、マインクラフトさじゃん、ただの。いや、ね、なんか初心者の頃思い出すよね。あ、俺あの斧なくなった、みんな。いや私ね、なくなったんじゃない、ちょっとね、ちょっと俺斧なくなった。俺も性格が悪い趣味言っていい？うん、私いつも VCR で自分がまだ知らない未知の雑魚そうな人探すの大好きだ。おい、うざい。え、うざい。かえちゃん、言うね。いや、それね、うん、思ってた。そうなんだよね。うん、わかる。未知の雑魚そうなやつを探したいってVCR の旅に思ってんだよ。絶対 VCR GTA 俺にウキウキだったやん。じゃあカルビさん、そしたらあんなやらかしてさ、俺ぐちゃぐちゃになって。そんなのカルビさんその時同じミスだったに、ね、つい君だったんだ。雲隠れしてたんですよカルビさん、確かその時なんか俺に聞いてとか言ってきて、無線で同じ分かんないのにその時は聞かされてた俺代わりに。そういえば集合場所どこですかみたいな。わかんなくてさ、でもずっとやってるのにさ、ちょっと恥ずかしくて言えなくてわかんないっていうのがだから新しく入ってきた鶴木くんに聞いてみて、代わりにね、聞いてみてえ、しかもなんかあれもありませんでした、なんか俺らの無線何回入れても通んなくて、結局ウルカさんに聞いたら一瞬で通ったみたいなやつありませんでした、あったあった。そんなことあったんだ。え、その時は正直どっちのがあれだった、あの下というかね、ちょっといやできてないなって、うん、その時は、うん、私と鶴木くんともう一人いたから。え、誰ですか。あ、国にだいぶ私たちは国兄に雲隠れできてたと思う。あ、救われてたんだ。え、多分え国兄いた時俺あんま被ってないんですよね、多分国兄が。本当、そう 1,2 回ぐらいしか会ってなくて。うん、え、かえみちゃんよかったね、あのつい君がいない時に国兄さんがいてくれたから。そう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 、私結構 ね、うん、2人に助けられてたところある。なるほどね。え、これあの斧もらってもいいですか。斧、斧がもうない、手動かさないで俺らこの時間帯ねえ、この何この談笑。俺らのこの新人安心できる人探すか。え、探したいよね、やっぱ。うん、なるほどね。いうのでわかる。いや、これがね、私の前からの VCR の趣味なんだよ。誰かいるかな。理由も正直探したかっただよねうん、めっちゃわかる。だから、いやでも俺よりリリムさん、俺よりシングルタスク。てて、何、ツイ君以下がいるらしいよ。ツイ君以下の人がもしかしたら、私今見てあって思った。誰、高木、鶴木くん絶対鶴木くん以下だと思う。誰、この家の人俺からあんまからでもないですよねはい、でも確かにちょっと確かにここだって でも狼いるでもこれ確かにちょっと鶴木くん以下だよ。そうなんすか、うん、ちょっと喋ってみたいですね。ハイタニさん、いるのかな。これなんか看板立ててメッセージ送っとく。あ、いいんじゃない。え、でもさ、あんだけさ格ゲー強かったらってあるなんのかな。ありますよ。うん、え、なんかそういうエピソードあったんですか。プルルと同じぐらいえ、うん、たまにねバロー見るけどはいはいはい、まあ、うん、ちょっと感じるところはあるかもな。ちょっと気になるっすねそれは。どうする、それはなかなか気になる。しかもちょうどここにいる。多分このサーバーで一番まであるかもしれない。一番、え、じゃあリリムさんよりもすごいってこと。うん、それは確実だよ。で、ツイ君といい勝負みたいな。あ、でもカルビさん、でもほらカルビさんほら無反応で、リリムさん、ちょっと迷ってるんだよ迷ってるかも。まあでもなるほどね。この看板の下に書いておく、良ければ一緒にやりませんか。いいですねいいですねいいですね。そんなん言われたら俺もめっちゃ気になってきた。一緒に
やりませんか。でも一番惜しいかあると思うけどな。え、俺格ゲーの灰谷さんしか知らないですもん。いや、格ゲーの灰谷さんと別ゲーの灰谷さんは別人ですよ。はいはいはい、できたできた。あ、待って、動かなくなっちゃった。なんで俺なんだ、名前。名前、名前俺やん。ちょっと俺が声かけたりなってる、ハイデンさんに。よければ一緒にやりませんか、つるぎ。ふざけんな、これ絡み全くないのに、これまだ絡んだことないよ俺。よければ一緒にやりませんか、つるぎ。まあもう残しとこう、確かに。ちょっと気になる、来てくれんのかどうか。そうで、動けなくなった。おい、しかもなんか待って、よければ一緒にやりまんか、つるぎになってるって。じゃあせめて直して。やりまんか、やりまんかはよくないよ。よければ一緒にやりまんか、つるぎって書いてない。おい、やばい、これ直してる、リムさん、これどうやって直すの。初対面でこれはまずい。ほんとにやばい。早くリリーさん、早く早く、今来たらどうすんの。よければ一緒にやり、いや、やり、いや、よければ一緒にやりまんか、つるぎですよ。なんか今変わったんだけどな。あ、やりま、え、あれ、え、何に変えたの今。変わってない。え、変わった。よ、よければ一緒にやりまんか。おい、もうこんなリリーさん、これもできないなんて。ちょっと俺、用事思い出したっす。え、何、ちょっとやってていいです、やってていいですよ。え、どういうこと、怖いんだけど。なになになに、急に、え、なに、なになに、よし、文字変わりました、文字変わりました。え、これ文字、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 文字直しました。いや、直ってない。なんだ、直んないのこれ。あ、壊れた。あ、帰りますか、じゃあ。この木だけちょっと、あ、オッケー、オッケー、オッケー、はい、ありがとう。まあ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 、全然いつでも頼っていいよ。よく言えたな、そんなことが。そんなカッコつけることじゃない。全然いつでも頼ってくれていいから。いや、ありがとうね。帰るまでが木こりっすよ。でも帰り、なんか早かったな。あとこれ、これなんかよくないよな、これ。どれ。これねえ。ねえ。これだ、え、でもこういう、これ誰立てたの。え、これ俺ん家にも作りません。これ俺ん家にも、これ。上に大量に並べましょうよ、10本ぐらい。10本ある。ま、1個だけめっちゃ巨大なのを作る。じゃあリリムさん案ということで、じゃあ俺それ作るっすね。じゃあ、いや、違う違う、リリムさんが欲しがったから。やらせてもらいます、リリムさんのために。カレムさん頑張りましょう、俺ら。頑張りましょう。俺ら頑張ってクソでっかいのてっぺんに作ろう。もうこの街に轟かせるぐらいの。もしもとあれば、なんだって作りますよ。いらないよ。あんなリリムさんが目輝かしてあれ欲しいって言ったら初めて見た。あんな、あんなリリムさん初めて見たよ。ひどいな。見て。なに、なんで。殴んな。バイバイ。頑張って。バイバイ。待って、俺、ちょ、待って、ちょ、二人来て、二人来て、とんでもない連絡が届いてる、俺のディスコードに。何、何、何、何。ちょっと待って。ディスコードにとんでもない連絡来てんだけど。何？え、なんか、俺を VCR のチームに入れてくれないか。ずっと5読4時間でした。国にが。え、でも、魂の波長は合ってるけどな。いや、まあ、魂の波長は合ってる。 4時間やってて、ずっと一人。それずっと孤独でやってたらしい。なんでね、腫れ物、腫れ物。それはかわいそうだな。うん、入れてあげるか、みんながよければ、ね、エビオさんとツナさんよければ、家族会議するか、家族会議してよければ、うん、おい、俺 VCR のチーム入れてくれないか。なんでそんな大物風なの。ねえ。多い。ねえ。入れてもらえませんかとかじゃなくて、はい、うん、大物風なんだよ。すごい強気なんだね。いや、でもこれは多分本当に助けを求めてる顔してる。おー、これは助けないとね。でも、でも本当に魂は合ってるから、こっちじゃない、俺らの家どこだっけ。話だもんね、うちらも。そう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 、さっきちょうど話題に出てたから、ね、国民は VTuber だな。そんな状況面白すぎるな。わー、びっくりした。あれ、白樺の木になった。これ何にするんだっけ。はい、あ、あ、ツナさんいる。ただいま。いる。おかえり。おかえり。これね、これ直でつなげてるんだよね。え、何これ、飛んでる。息が苦しい。なんだここ。うわー、うわ。
え、すげえ、ダンジョン直通？遊びに行ける、そう、ダンジョンっていうか。で、うちここでちょっと死んじゃって、拾ってくる。下にまだ繋がってる。オッケー、これどうやって俺上がるんすか、これ。これ水に乗ってまた、わーんって上に上がるだけ。オッケー、なんか困ったら言ってくださいね。これはい。あ、どうやって、いや、俺が困ってるわ、これ上がれない。ちょっと待って、困った。これ中に入って、スペース。あ、スペースか、スペースか。じゃあ行ってくださいね。なんか困ったことあったら、津田さん。何でも助けに行くんで。何でも言ってくださいね、津田さん。助けに行くんで。苦しい。誰か行った？誰だ？エビオさん。あ、エビオさん、ちょっと、あ、タイミングで上がってきてほしいかも。何の話ですか？ね。え、はぎり終わる。つるぎくん。はい。え、ちなみに、ハイドニさんの家に、あれ、刺してきちゃったじゃん。うん。あ、うん。で、なんか、ここにさんも入れるんだったら、なんか、どっちか、一人でもいいんじゃないのっていう話になってて。おじさん多すぎ問題ってこと？いや、え、なんか、いや、それは、二人にめっちゃ仲いいから、うんうんうん、VCR 内で二人一緒になりたくないんじゃねって思ってる。あー、なるほどなるほど、確かに。ちょっと家族で相談しますか、それ二人。あとなんか敵対する、なんか敵対してた方がなんか良さそう。確かにな、っていうか。はいはいはい。え、じゃあどっちがいいですか、そのどっちが優先ですか、二人的に。どっちでも、そうです、どっちにするか問題が出てきちゃいますよ、こんなん言ったら。ストロークでたかった方がいいっちゃいます。あり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 
からね、そもそも。あ、まあまあまあ、そう。ここに、まあ、かわいそうっていうのはある。まあ、そうだね。いや、俺、いや、どうなんだろう。いや、結構、国兄っていじられキャラだけど、俺結構師匠だから、あんま国兄に、そういう感じで接してこなかったんだよな、俺、みんなみたいに。いや、確かに国兄さ、めっちゃいじられキャラじゃん。でも俺、そうやって扱ったことないんだよね、まだ。そうなんか、雑に扱ったことみたいなのが。ここにはさ、今インしてるのかな。ここに今絶対いると思いますよ、だって。あ、いるんだ。一旦話してみる。一旦話したらもう俺は断れないですよ、それはちょっと。まあね、一旦話したら、まあ そうだよね、その前にエビオとツナちゃんとして、そう、いや、やっぱここに喋っちゃったらもう後戻りできなくなっちゃうから。オッケー、ね、え、ちょっとあのとりあえずツナさんとエビオさんには後で話しましょうって言っといたっす、その。へい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 。あ、エビオさん来た。あ、おかえり。帰ってきたよ。ツナさんも帰ってきた。ちょっと一回会議しましょう、家族会議。今死んでる、あの今からちょっとウォーデンを狩り殺さなきゃいけなくて。え、もうそんなのやってたの。あ、いや、ウォーデンはずっと狩り殺してるんだけど、前からカルビさんも。じゃあちょっと待ってて。オッケー、呼んでくれ。あ、帰ってきた、帰ってきた。あ、でもそうか、取りに行かなきゃいけないんだから。両方さ、大切なもん持ってる。持ってる、ダイヤピッチ。じゃあ行こう、じゃあ戻ろう。取ってくる。コクはお前とできないんだったらもう前からしないらしいぞ。これどっち本当なのこれ。だ、本当だって言ったら呪物すぎるでしょ、ここに。結構かかるけどね、材料。呪いすぎる、呪いすぎるでしょ、だとしたら。これガチだったら、ガチだったら呪いすぎでしょ。いや、俺マジで入れたいけどな、壁だね。いや、ここに入れたいよ、俺。それ、普通に、俺が入れたいかどうかで言ったら。え、ちょっと家族会議じゃないですか、これ一旦。はい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 。一旦家族会議しよう。ここ会議室ですよ、ここ会議室。あ、いいねいいね、ここ、これを、これに集まって、しゃがも。しゃがむんだ。なんでしゃがむんだよ、これ。オープン VC の距離変わると思ってる、もしかしてしゃがんだ。火押すのだるい。これ、これを真ん中にして、この火を囲んで。まあ、火を囲もうか。うん、これはね、でも、ツイ君が言うからね。まあまあまあ。え、なんか、新メンバー追加の話なんだけど。いいと思いますよ、どうしよう。そう。いいと思います。で、今、候補として上がってるのが、はい。はいはい。まず、リリムさん推薦、カルビさん推薦だっけ、はい、の、カルビちゃんかな、まあ、そう、カルビさん推薦のハイタニさん、あー、ストリートの、ストリートの格ゲーの、はいはいはい、そうそうそう、はい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 、ストリートファイターのめっちゃ強い人で、暴れる系なんだ、暴れる系というか、これはなんか静かに暴れてる系、クロコテツヤみたいなやつ来んの今から。俺らチームに、そうかも、ツーギ君が結構なんかその、あの
ね多分一番、うん、そう安心できてない、うん、安心してない、いやいやなんで、ね、違う安心できてるよ俺は、そうだから一番安心できる人はまあハイタニさんかなって、うん、それ俺ハイタニさんと絡んだこと一回もない、ないんかよでもね俺ツナさんとエビオさんだったらね分かってくれると思う、なんかこの2人がね俺が一番、うん、一番下手くそな顔させてくんだよね、なんかあーそれは違うと言いたい剣はそれ違うと言いたいで、それをハイタニさんで薄めようとしてる、ハイタニさんはめっちゃ下手ってこと、もしかしてもっとさらに下の最低なこと言ってる今、いやもう同等かどちらかみたいなね、いや、まあ、私の予想だとこのサーバー1な可能性がある、いやそれ、言い過ぎすごい、この自信はね、うん、分からない、私は結構その自信がある、うん、あ自分より下を見て安心しちゃうタイプなのね、だから鶴木くんが安心するには一番最適な人は灰谷さんだなって推薦しました、はいはいはい、はい、そういう、そういう意味、メンタルとかじゃなくて下を見つけようとしてんだ、であともう一人の方があの国に、あーはいはいはい、おー結構反応は割といいぞ、あれね反応はね、そうで国にーは結構まあこのみんなの中でも暴れ気より、まあ暴れ系もう完全な暴れ系、そうだね、うん、暴れん坊かもね、そうで暴れ系で、そのあのさっきディスコードで連絡来て、うん、4時間孤独だって入れてくれたまあなるほど、 VCR のチームに入れてくれないかって、リリムさんとカラビさん的には格ゲー兄弟が2人だとまあちょっと仲良いもいいし、この場で一緒にな必要はないんじゃないかみたいな、なんか2人がどうなのかなって思ってるっていうだけなんだけど、まあ、俺あんまりその決定権持ってないから任せるけどね、まあ、人に対してはあんまり決定権ないから、でも全然、いや決定権はないけど、でもみんなの意向は俺はなんか2人のことについてとかではなくて方針的な感じなのはない、2人、あ確かに、いやむずいよな、なんか方針どうだろう、職業でもいい、職業こういう職業ちょっと欲しいんだよな今みたいなのでもいい、職業はあの採掘師以外のどれ、採掘師以外とりあえず採掘師以外は欲しいね、うんうんうん、なんかそこちょっと優先してもいいかもしれないよね、採掘師じゃないどちらかみたいなの、でもやっぱリーダーが言うんだったらそれについていきますってなるから、ここで改めて方針を確かめる、方針確かめる OK？ え俺はねもう本当に今のみんなの考え聞きたいから、みんなが楽しい方がいいかな俺は、おーえなんかリーダーっぽい、めっちゃリーダー、ね、めっちゃリーダーっぽい、うん、ね、今のみんな楽しいやつで大丈夫だよ俺別に、おいや俺は正直な話、はい、いい、うん、あのここでみんなが多分やりたいこととその反対反対になっちゃったら後からまたねこうじゃなくて違うことやりたかったってなっちゃう可能性があるから、うん、ここは正直にみんな言った方がいいと思う、ああまあ確かに反対、それは本当にそう、そう私もそのなんだろう、まだね1日目だから、うんいくらでもここから軌道修正絶対できる、みんながやりたいことを優先で動いていいって思ってるからね、まあ、俺はね俺はその入る時から、まあ、別に攻略自体はしたかったから、うん、でもまあなんていうのそんな爆速攻略じゃなくても今回はいいかなと思ってそれはマジでだけど、まあ、なんか攻略が全く消えていくのはちょっと、うん、ああ全然勝てないみたいな、みんな下手すぎて勝てないみたいなのは全然勝てないのもそうだし、行かないのもそう全然あ行かないのが正直嫌だよね、なんか行かないのは、ね、あ行かないのは俺の方針的にないかな、絶対行く、おまあ行きたいよね、せっかくなら、うん、行かないの、そんなことずー、うん、行かないのはないかなぐらいで、オッケーオッケー、なるほど、まあ俺がしたいのはそれぐらいだから、まああとは自由にって感じなんだけど、あエビオさんは攻略もおいおいしていきたいし、まあめちゃくちゃ勝てない、うん、もう勝てなすぎるっていうのも、まあ、できれば避けたい、怒られすぎるのは楽しいよねまあだから採掘5人とかで行こうとしたりとかするとかそういうことってるけどね、ちょっと採掘明日は確実に就職先変えてほしい、みんなには、あはい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 ある他の人は、え、まあ、一人ずつ言ってくる、ツナさんとか、あ、でもうちはうちもがっつり攻略するってよりもこのマイクラサーバーにあるいろんなやつをやりかやりたいぐらいかな、ああそれはやる、うん、うん、それなんかがっつりやりたいってわけではなくて、なんかいろんなの作ってもらったからせっかくならやっていきたいなっていうぐらいの方針、はいはいはい、はい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 、あとは楽しくやりたい、はい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 、だけです、カルビさんは、カルビ、うーん、うーん
私はいや私はあの剣くんがさ私のことを舐めて誘われた身だからさ。いやカルビさんもでしょそれで言ったら。カルビさん。まあそうだからまあ基本は剣くんの作りたい国を一緒に作ろうと思うけど、なんかそれで灰谷さんと国人を入れるってなったら多分そのもうやばいやばいことになるから、まあまあそれが理想の王国なら、まあまあまあそれが2人が耐えるか耐えないかは正直になった方がいいって私は思ってる。これがマジの本心。まあ理由も多分剣くんに舐められてね、はい、なんだかそこでさモヤモヤする感じで言うのさ全員下に引いてんだよ今俺今の、まあ、理由は、まあ、そういう風にここのチームに入ってるからいいもう剣くんが入れたいんだったらね全然入れていいと思う。はい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 一応入ってるんですよ、はい、2人の推薦よね。けどちょっと待ってなんか俺が入れたいみたいになってるけど。なるほどね。ダブルで入れんの。ダブル。いやなんかそう断れるっていうのが今気まずくてみたいな。あと2人に思っててほしいのが一生懸命やってるイームたちはまあそうだね別にいいね。そう一生懸命やってるだけどなんかなかなか進まない時がある、まあ、それを全然いいけど。それは全然、うん、うちらもあるよ。うちらも進まないことあるよ。マジですっごいゆっくりな時とかあるんだけどそれがどんどん増えていくかもしれない。その状況なんかいいのか。でも大丈夫よ。うちらもさっき前に行ってトラップ作ろうとして何も進まずに死んで帰ってきただけだからそれがもっとひどいことになっちゃう可能性があるそうそうそうっていうあれなんだよ。分からん。これこっからはもう何どん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 下手な人をどんどん集めていって下手な人っていうわけでは下手な人っていうわけじゃないけどまあなんか初心者マイクラワイワイみたいな感じにしていくって感じってこと。もうその2人を入れるってことはもうそっから加入されるメンバーも全部そうってこと。じゃあ俺いいちょっと、うん、そう俺もう本当に2人とも俺舐めてるとかもう俺攻撃しないよ。俺はリリムさんもガラさんもただなんか純粋にちょっと俺だってさ、うん、その強い人とかの中行ったりすると肩身が狭くなりがちじゃん。うんうんうん、それ分かるでしょ、うんうん、でもリリムさんもガラビさんもちょっとそのなんか、そうなんかもう常にそのやらかさないかっていう不安に怯えながら、うん、そのやるのを今回はちょっと全員で集めてそういうのを伸び伸びやれる全員でやれるっていうメンバーそうなんかちょっと面白く言ったからさっき暴れたとか言ってたけど、うん、そういうのじゃなくて、うん、そうなんかもうマジで本当にみんなが好きなことしてやっていけるチームがいいかなって思ってたからリリムさんとカルビさんにまず声かけて肩身が狭くなりがちな人を集めて、うん、俺らのチームだけは最後までその楽しいこと好きなことやれればいいなって思ってたから、はいはい、そうだから、まあ、お互いに許し合えるチームってことだね。そう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 だから誰かがぐちゃぐちゃになって誰かいなくなって途中でいなくなっちゃったとか多分あると思うんだよね。そのどっか行こうってなった時にさ、うんうん、あれ誰かいないとかなってもちょっともそのムカつかないっていうかなんかまあんもっと早く行こうぜって思う人が誰も一人いないっていう感じで行こうと思ってたからそれで、うんうん、なんて言うんだろうなそうそこでこのなんていうのって思っててなんだ俺何を伝えようとしてたんだでまあ2人今もう綱さんとエビオさん来てくれて2人来てくれて多分2人入れたら多分ぐちゃぐちゃになると思うんだよね。はいはいはい、でもむしろ2人の方が肩身狭くなっちゃうみたいな、ね、あーなるほどね。でそれでちょっとでも今回のせっかくの VCR ダラダラなって嫌だったなって思われるのが俺本当に最初から気がかりで、うん、でも今ここも今この5人でチームやるってなってたからもうここはもう別にそこのスタイルっていうのはもう全然なしにしてもいいと思ってその攻略行ってもいいしみんな今この5人が今やってるみんなが楽しいやつを一番選びたいかも俺は、うん、なるほどね。うんその通りですね。そうこの5人でやりたいかな。これ今だったらうちはもう本当に結論楽しければ何でもいいから。えちなみにじゃあハイタニさんって今俺別に看板の文字をさリリムさん書いたあの文字を消せばさハイタニさんって入りたいって言ってるわけでもなくてまあねうん一番安心できる人っておすすめしただけだから。はいはい、はい、えちなみに国人一人だったらどうえ逆にさ国人ってそんなとやばいのえ どういうお方なのえ国人俺の師匠でえ俺はなんか気のいいおじさんっていうなんて言うんだろう、うんうんうん、なんか溶け込めない人とかでもないし、はい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 、何のあれもなるほどね。そうたまにシスとかみたいな枠は
入れる予定はないってことだもんね。今の子に一番の問題そこかなって。いやいや違うよ、これ今君の聞いて全然シスとかも多分入れた方がいいなって二人の意見聞いて思ったから、今この5人の5人が一番楽しめるやり方っていうと、やっぱりシスとかも入れても全然いいと思う。それだったらうわむず、方針とはやっぱ違うけど、俺はその剣が目的としてる方針とは俺のやりたいことは違うけど、うん、なんだろうな、なんかどういう風に家事が回っていくかちょっと正直わかんないから、こっからはい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 決めにくいな、めっちゃ。でも抜けるなら今抜けた方がいいってことだもんね。そうだけど俺はこの5人に今のこの人の方針に関わるっていう話でしょ。次入れる人次第で結構変わるってことやな。あ、そうなんだ。次私たちの方針次第でその誰を抜け、あ、誰を入れるかが決まっちゃうから、そこを固めないとっていうことだよね。この5人でやりたいっていうのもあるけど、でも全然抜けてもいいと思ってる。それはやりたいことが違えばね。うん、そう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 、別に結構ラフに抜けちゃってもいいんじゃないかなって今の時点でね、うん、思う。まあ、まだ1日目だからっていうのも、まあ確かにね、まだ長いから、これでここで決めて縛りつけちゃうのもっていうだけなんだよね、うんうん、はいはいはい、うん、いやエビオはさ、将来ね、今はいいかもしれないけど、はい、ゲームにハマればハマるほど熱くなって攻略したいなっていう、もっと行きたいなっていう気持ちになる自分見える？なんで俺のことそう？いる？いやむずい、分からん。なんか正直今は、うん、今できてること自体が結構楽しいけど、まあでも、うん、攻略に行きてえなとはずっと思ってたから、はい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 、今日やってる中で確かにな、場所的にはちょっとあれなんかもなと思うかもな、うん、確かそこをそう念押しに言われるとすごい不安にはなってくる。どうですか？いや、なんか違う、エビオさん抜けてほしいわけとかじゃなくて、なんかどんどん一緒にいると違うなって思っても抜けにくくなる雰囲気になってくるから、なるほどね、だから詳しくなってくるから、思い切るなら今が一番いい、思い切るなら今、私も思う。だから、うわ、今日もいやマジでそうした方がいい。だって長いよ、うん、VCR、うん、そうやね、うん、長いから本当に自分がしたいプレイスタイルができる場所を求めるのが私も一番いいと思ってるから、うん、そこは自分の心に正直になってほしい、うんね、うんうんうん、それを、いやそれが一番マジで文句言わないでほしい、うん、自分がやりたいプレイスタイルに文句言わないでほしい。それはね、カクカクのね、やりたいプレイをさせてくれっていう、いやそう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 、うん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 、まあ、え、猫たちどうするか決めてんの？え、うちは、え、でももう完全にもう攻略はしないってわけではないんでしょ？行くっちゃ行くんでしょ？え、もうそれはもうめっちゃ行くし、勝つつもりで行く？うん、そこをなんか適当にしたりとか絶対しないっていうだけ。いや、でもうちは絶対勝つじゃなくて、そういうのを、なんかスキルとかもあるじゃん。うん、うん。スキルとかも取ってみたいし、それでみんなとなんか違うスキル取ってさ、なんかボスとかも倒しに行ってみたいっていうのであって。うん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 。そういう雰囲気も楽しいもんね。そうそうそう、なんか絶対に攻略して、うん、もう絶対に倒すがもう目標、まあ倒せたらいいんだけどって感じではある。どっちかっていうと、まあ、え、俺ってことか。うわめっちゃまずい。いやでもそうだな。え、でもイーブもね結構攻略したいなと思うよ。うんうんうん、うん、やっぱ本当に、うん、それは思ってる、うん、けど嬉しいじゃん。え、それみんな思ってるよ、うん、攻略したいって気持ちは。違うかもしれないから。そうね、速度が違うってことよね、うん、そうそうそう、そこがねちょっと考えた方がいいのかなってこの先ってめっちゃ思う。なるほど、じゃあそうよな、今日1日目だしな。じゃあ俺ここで、そうね、攻略組の方に行くわ。じゃあオッケー、なるほど、そうするわ。うん、わかった。でそっちの道を進むわ。いや全然大丈夫。いや俺もね、大丈夫さん、うん、で大丈夫。いやマジで大丈夫、マジで大丈夫。ちゃんと言ってくれて全然、うん、あの見つかるまで全然。いやみんなでやるのめっちゃ楽しいんだけどね。うんうん、うん、めっちゃ楽しいんですだけど、うん、まあ確かに最終的には、うん、まあ多分本当に一番最後のボスは多分倒したいぐらいまで行くだろうなと思って、うん、ああなるほどね、そう、うん、まあ、一番最後のボス行くってなると確かに相当な時間かかるかと思ったから、まあそうしようかな。じゃあオッケーオッケー、分かったよ、全然大丈夫。それは関してはもう本当にエビオさんが一番やりたいやつ、ここでってことだよね今。いやでもそれ見つかるまで全然、違う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 
決めるタイミングがやっぱここ、うん、ここが今ベストってことだもんね。まあ自分的にも、うんうん、そのずっとってここにいるつもりでやって後から やっぱ攻略組が良かったなってなって、うん、でも今から入れるとこないしなってなっちゃう、はいはい、ないかなっていう不安だったから、はいはいはい、その今から抜けることを頭に入れといて次のチームを探しながらやるとかで全然いい、うん、で気持ちが変わったら全然ここにいてくれる、ね、ああそうだよ、いや本当にそうだよ、いや攻略にちょっと違ったなって思ったら全然こっちでも、うん、逆に高すぎない繋ぎにしてくれていい繋ぎやめて、オッケー、まあじゃあオッケー、じゃあどっか探すとちょっと攻略見てくるわ俺も、オッケー、うん、オッケー分かったよ、ありがとうね、むしろいさせてくれて、いやいやいやもう頑張るね、逆にありがとう、みんな、いや逆に俺らもさ、このぐちゃぐちゃになったまんま会おうよ、そのダンジョンで、その最強組とこのデコボコぐちゃぐちゃ組でなんとかトライしてそっちで会おうよ、でありがとうね、マジで、いやマジでありがとう、マジでありがとう、ありがとう、てかむしろここまで正直に全部言ってくれてめっちゃ助かったか、てかもうさこれさ、ここの所有権ってさエビオさんじゃなかった、あちょっとここは、いや大丈夫だ、ここあげる、ここあげる、で多分今やってるグループの方のどっかに入ってくる俺、そしたら多分そこの人たちが土地持ってるから、うん、あオッケー、真面目なかったらいつも帰ってくるんだよ、わかった、いつでも言ってね、誰もいなかったら帰ってくるわ、ありがとうねエビオさん、ありがとう、ちょっとだけ行ってくるわ、うん、うん、ありがとう、まあね、いやでもこれはね本当にしょうがない問題だ、うん、後からなるよりはいい、うん、楽しい、みんなが楽しいやつの方がいいかな、どうするこれで国にこんかったら国にこんくてシス入ったらでなんか結局攻略目指せますよみたいな、シスうまくて地獄よぎる、逆に国二さんが実はめちゃくちゃ覚醒して倒せる説、おリネモさんもいるやん、ビジュを考えないね、うん、今ね畑やってる、あべべこれ踏んだらダメ、ごめんごめんごめん、踏んだらダメなのか、何してんの、ミスターごめん、子供入っちゃダメって言ったでしょ、うん、種を返しなさい、お母さんごめん、あこれ種や、あこれ収穫しちゃうんだ、はい渡しました、すいませんすいません、もう入ってきちゃダメだからね、オッケーいいんだお待って、国に来る今から今から押せ、30分で、今から30分で国に来るけど、国にがちょっと、国にがそのピースにもしかしたら入るかもしれないから一回聞いてみる、いや入らない、いや入るかもしれない、どう国には建築できないよ、国にめちゃくちゃ繊細で建築できるかもしれないじゃん、できないよ、国には信用してない、建築に関してはいやいや分かんない、それは分かんないじゃん、できない、それだけは信用できない、でも俺らは信用しなきゃ、でもそんくらいは信用できない、つるぎくんより信用できないよすごいデザインセンスあるかな、美的センスがあるかな、国人に、え、だってそれで言ったらカルビさんも思われがちではあるっすよ、そなんていうの、建築できなさそうって思われがちじゃないですか、割といや私結構できそうって言われてきましたよ、実際私は建築できそうって思われてると思ってるけどね、え、なんで俺できなさそうなんだろう、いや正直最初はできるんじゃないかって信じてはいたよ、でも裏切られた、裏切ってねえっす母さん、裏切ってねえっす、まだ早いさすがに、ちょっと俺国に迎えに行ってくるさ、国に、はい、私も行こうかな、あはは、行く、行きましょう、行きましょう、またこいつらかよって感じ、名前え、これでさ採掘士だったらどうしようでも明日には帰れるならいいんじゃない、あ、まあそっか、気にしなくて、あ、レネオさん、え、どこ行くの、今から国に迎えに行きますよ、え、国にが来る、いい、してるんだ今、行きましょう行きましょう、行こう行こう、歓迎しよう、歓迎、歓迎しよう、歓迎しよう、国にじゃないですか、ボニーもやめまして、初めまして、あ、はじめましてなんだ、ボニーと申します、イームとよろしま、います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、なんか今回の件でめちゃくちゃ荒れたそうです、すみません、え、いや別に荒れてないですよ、いやいやいや、あの思ったより荒れてないと思うけど、どうなんだ、うちのコメントめっちゃ荒れてました、すみません、あ、でもそれは国に関係ないから、うん、あ、そう、あ、そうそう、関係ない、うん、なんか俺がよなんか3時間一人で一人で寂しくやってて、な、関係あるだろうって、じゃあとりあえず行きますか、あいつと、なんか、うん、とりあえず行きましょう、いや荒れてない荒れてない、でここに声が小さいかもしれないですね、シャブリム、声小さい、爆弾だぞそいつは、なんか声がする、シンジさんが、シンジうるせえぞ、ヒゲが入ってそうな声がする、、うん、あとは皆さんにあのさすがに入れてもらうから、僕パン作ってきました22個、あのパンめっちゃあるっす、ここに行きましょう、ちょっと待って、
タイミングが良くなかったかもな、うん、もうちょっと早かったらすごい絶賛されてた。どうしてえ、ここにちなみに職業なんすか。職業ファーマーです。あ、ファーマー。農業。農業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 あれ全員農業。ちょ、いや、イームか農業なんです。あ、じゃあ変えます。明日変えてきます。どうして明日変えれるすからね。あ、いや、イームが変えます、うん、イームが変えます。あ、確かにそれもあり。うん、あ、それもあり。ずっとあの農家で。わか、あ、でも申し訳ないんで。いやいや、申し訳ないんで、こちらも。うん、俺のことあれ下に見てる、もしかして。あのマイクラの技術やばいやばいやばい。でもね、そんな上手くない。実際そんな上手くないけど頑張る。俺頑張るだけ。そうですよね。頑張ります頑張ります。コキ頑張ろうね。国人頑張ろう。カルビ久しぶりだな。うん、久しぶり。国人な、またまた一緒だね。またお肉の組みだよ、この剣とね。あ、確かにそう、懐かしいでしょ。あ、そうなんだ。目標はボス攻略で。カルビマジ足引っ張んのよ、まあ、ほんと下手。始まった。あ、ここにやっぱカルビさんやっぱ一番下手だと思ってるっすよね。間違いない間違いない。いや、ここに、ここに、よし。今回に関しては剣くんが一番下手。いやいや、それはない。いや、それはない。レディアントだよ。バランとレディアントだよ。レディアントじゃない、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 レディアント。なんでその嘘は。全然レディアントじゃない。盛りすぎだわ。剣で一発剣ないで。盛り方やばいですね。剣くんが安心する人呼んできたんだもんね。だってそう。あ、でも実際安心はできると思う。俺ね、ポカ欲しそう。ここ、こっちです、こっちです、こっちです。家覚えられるかな、ここに。で、ここがあれですね、家、俺らの家、ここっすね。で、はい、もう一人のチームメイト。あ、はい。あ、はじめまして。はじめまして。あ、VTuberです。あ、VTuberVTuber VTuberです。はい、猫たつのです。お願いします。あ、お願いします。はい、すいません、なんかいろいろとお世話になります。全然、よろしくお願いします。いや、ここに大暴れしていきましょう、こうなったらもう。オッケー、じゃあ小麦頑張りますわ。粉ね、粉作る。あ、粉ね。だからファーマーなの。穀物。穀物って言われる。穀物。穀物いきましょう、穀物。いや、いい、いいチーム入れてもらった、ありがたい、本当あったかい。さっき俺ずっと一人でさ、草刈ってたんで、マジで、本当に。ありがてえや。ちゃんと剣さんの下として頑張りますね。なんで剣さんやめて、これ一番気まずい。ね、一番気まずい、おじさんバイト来るになっちゃうから、やめて。いや、マジでそれやめてほしい。そのおじさんバイト、おじさんバイト一番気まずいんで、普通にいつも通り行きましょう。いや、マジでオッケーオッケー、わかる。リアルすぎる。リアルすぎてやだ、本当に。本当にリアル。了解です、わかりました。じゃあ明日から皆さんよろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。ちょっと俺も寝ます。皆さんありがとうね。リリムさんどこだ。リリムさんもありがとうね。みんなまた明日よろしく。お願いします。おやすみなさい。おやすみ。俺ここベッドにしよう。